式を取るならアタノールに火を入れたらすぐ、ここは早めにささっと混ぜて、そこで何かに当たったらガバッと取り上げて、よし完成。じゃあ次リリーの番ね。うん、火加減は弱めで深淵を描くようにゆっくり混ぜる。不純物を取り除いたら火力を一気に。よし、私も出来上がり。ほんと真逆の成長したわよね、あなたたち。え、師匠どうしたんですか？真逆の成長って何ですか？こらこら、質問は一つずつにしなさい。ここには気まぐれで視察に来たの。真逆の成長っていうのは、あなたたち自覚ない？リディは理論派。知識をもとに堅実に調合していくタイプ。スーは感覚派。自分の中の感性で勢いを大事に調合するタイプ。理論派と感覚派か。うん、言われてみれば。別にどっちがいいってわけじゃないけど、双子でしかも同じ師匠から教わってるのにこうも逆になるのは面白いなって。あー、確かにそうですね。ま、いいわ。一つだけあなたたちのこと褒めてあげる。錬金術すごく上手くなったわね。最初の頃のあなたたちとは見違えるくらい。二人ともよく頑張ったと思う。あなたたちの師匠として誇りに思うわ。師匠が私たちのことを褒めてくれるなんて。大変だ、スパルタ課題が山のように降ってくる。逃げろー。あ、こら、人がせっかく褒めてやったのに。まったくもう、錬金術は上手くなってもまだまだ子供なんだから。さーて、私も帰って勉強するとしましょう。うかうかしてられないみたいだしね。っ